日本習字10月号楷書課題5時。はい、楷書ですので姿勢等法ですね。腕を立てるようにまっすぐ持ちます。はい、甲という字ですね。右上がりから腕先まで使うイメージですね。はい、行人弁は、1画目2画目で少し角度が違いますね。長さも違いますが、この角は長くですね、ゆったりと。はい、お名前を書いていきます。はい、ご自分の旧を書きます。
はい、ご自分の名前を書いていきます。解消課題5時でした。